アドルフ・パイヒルはオーストリアの軍人。最終階級は新英隊予備役将尉。第二次世界大戦では、傾向可能な火器を用いて11両の戦車を撃破する戦果を挙げ、ドイツ十字章や騎士鉄十字章など多くの勲章を受けた。パイヒルは1917年12月8日にオーストリア・ハンガリー帝国委員に生まれた。 1938年に武装新兵隊に入隊。第 2SS 装甲師団の元1939年のポーランド侵攻に参戦し、続くフランスの戦いにも加わっている。1941年のバルバロッサ作戦では1級、2級鉄十字章を受章している。また、その後の東部戦線での戦闘を受け、パイヒルは1943年9月にドイツ十字章を 1>, 1ヶ月後には59日間にわたり行われた攻防戦を評価されて白兵戦賞金賞を受賞した。1944年6月に連合国がノルマンディ上陸作戦を行うとパイヒルの所属する第 2SS 装甲師団はこれを食い止めるため前線に配備された。この時第4中隊の司令官だった彼は連合軍と激戦を交わしている。 この戦いを、夫バイディンガー新英隊中佐に評価された、彼は、バイディンガーによる推薦で、騎士鉄十字章を受章した。パイヒルは、新英隊士官学校を卒業してないが、1944年11月9日に、新英隊予備役章へ昇進している。彼は大戦中重傷を負っており、その傷が元で1969年6月4日に51歳で死去した。 シェルツァー 2007P586 パッチーウォールシェルツァー 2001P345 ありがとうございます。